なんだか静かだぞ。いつもとまるで違う。情報が正しいものか確認できず、急いでここへ来たのですが、トーマが約束の時間に現れていないことを考えると、噂は本当だったのかもしれません。将軍様は千住百目神像の前で百個目の神の目の目狩り儀式を行うつもりです。そしてその百個目の神の目の持ち主、つまり公の前で目を狩られる対象となるのは、おそらくトーマです。もしかしてトーマが言ってた天領奉行が準備してる儀式って、あいつのために準備された目狩り儀式だったのか？おそらくそうでしょう。将軍様と天領奉行の者は百個目の神の目の目狩り儀式を行い、メガリレーの段階的成果を証明したいのでしょう。いけません、早く助けに向かわなければ。そうだぞ、お前が直接行ったらシャブ行がライデン将軍の敵になっちまうだろう。公の前でライデン将軍に抗えば、シャブ行にいる普通の人も巻き添えになる。それも仕方のないことです。儀式がもう始まります。時間はありません。トーマをこのまま見捨てるわけには。彼は私の友人なのです。少し前までは皆さん一緒にいたのに。しかし、はい、あなた方のご無事を祈っています。安心しろ、アヤカ。友達の命に関わることだ。オイラたちは絶対に失敗しない。元素力を扱える、あなたは例外。例外、それは永遠の敵。心臓へとはめ込みましょう。
おい、起きろ。おい、おいおい、あ、彼をメガリレーの対象へ。次は必ずや人たちよ。どうしてここで泊まるんだ？忘れたのか？俺にとって木漏れ茶屋はこの辺りで最も安全な場所なんだ。だけどもう当分ここを出られそうにない。後のことは君たちに任せるよ。タタラスナに行って抵抗軍を探すんだ。俺の考えが正しければ幕府軍はすぐにお尋ね者のお触れを出すだろう。そうなれば俺たちをかくまってくれる勢力はそういない。しかし抵抗軍は例外だ。そういえば綾香が言ってたな。確かサンゴノミアによって設立された反メガリレーの組織だろ。そうだ。渡積島の荒人神の巫女サンゴノミアココミによって組織された。今はその部下の五郎によって率いられ幕府軍と交戦を繰り広げている。だが我々シャブ業は抵抗軍と密な関係を持っているわけじゃない。互いに信用していないからな。しかし君たちは違う。俺から見れば抵抗軍が君たちを断る理由なんてない。唯一不安なのはここしばらく抵抗軍の具体的な位置が分かってないってことだ。行く途中でそれを探る必要がある。その間幕府軍の領地も越えることになるだろうから気をつけてほしい。安心してくれ。隠れるのは得意なんだ。そうやすやすと見つからないさ。これ以上グズグズしてると天領奉行の人が追いついてくる。オイラたちも早く出発しよう。聞いたか？お尋ね者の一覧に新しく二人追加されたらしい。しかも上からは積極的に探せとのご命令だ。うちの主力が全員前線で戦ってる今、どうやって積極的に探すってんだ？次見回りに行くとき少し気にかけておくことしかできないだろう。前線の状況はどうなったんだろうか？前に聞いた話では俺たちの軍によって抵抗軍が無双人狭間の北西側まで追いやられたと聞いた。本当かどうかはわからないがな。偽の情報だろう。無双人狭間は抵抗軍の後方にある。俺たちが優勢を保ってるとはいえあいつらはそれほどやわじゃないだろう。まあ俺たち見回りには関係ないさ。自分たちの仕事を全うするだけでいい。そうだな。さあ仕事の続きだ。無双人狭間の北西側、抵抗軍の後方にあるのか。でも念のためもう少し情報を仕入れよう。奇遇だな。お前も逃げてきたのか？ああ、あんたはどこに行くんだ？まずはヒギ村に行ってみる。よくない噂があるみたいだが、戦場で過ごすよりはマシだ。お前は？もともと名槌の浜でしばらく休憩していたんだが、あそこはもうめちゃくちゃだ。近頃抵抗軍の旗色が悪いらしい。前線の戦力が低いせいで幕府軍との間で苦戦を強いられているそうだ。最初戦線はもっと前方にあったみたいだが、
抵抗軍の二度にわたる交代で名槌の浜まで来てしまった。さっきそこから逃げてきたばかりなんだ。あそこは危険すぎる。敵軍は誰かで構わず人を見つければ武器を構える。怖くなって荷物すら捨ててここに逃げてきたんだ。もう少し逃げないといけないかもな。形勢は今も変わりつつある。できるだけ遠くに行った方がいい。俺もそう思う。よかったら一緒に行かないか。助け合えるかもしれない。名槌の浜、あいつらが言うには抵抗軍と幕府軍は今もそこで交戦してるみたいだな。見ろよ、抵抗軍の人じゃないか。なんか困ってるみたいだぞ。助けに行ってみよう。ああ、助かった。さっきは死ぬかと思ったよ。助けてくれてありがとう。僕は抵抗軍車庫小隊隊員鉄平だ。最近前線に配置されたばかりでやっと手柄を立てられると思ってたのに、まさかこんなところでつまずくなんて。情けないところを見せてしまった。それよりも君たちの格好抵抗軍には見えないな。新しく抵抗軍に加入しに来たのか。よかった。ちょうど何日か前に五郎様が人手不足について話してたんだ。助かったよ。僕が抵抗軍の軍営に連れて行ってあげるよ。でもその前にまずは抵抗軍の現状を話しておこう。君たちも見ての通り、僕たち抵抗軍は戦場で劣勢を強いられている。幕府軍は永遠という目標を掲げ、天領奉行の大将九条沙羅が率いている。実力は計り知れない。それに引き換えこちらはメガリレーのせいでただでさえ神の目を持つ者が少ないんだ。今こうしてなんとか保っているのは三五宮様が立てた数々の妙計奇策、それと五郎様と抵抗軍兵士たちによる奮闘のおかげさ。はあ、僕にも神の目があればどんなに良かったことか。神の目さえあれば三五宮様と五郎様の力になれる。それに戦場でも手柄を立てられただろう。そうだ、さっき君が元素力を使うのを見たけど、神の目を持ってるのか。こいつは特別なんだ。神の目を使わなくても元素力が使える。本当か。すごいじゃないか。それってメガリレーは君にとって全く影響がないってことだろ。頼む、一緒に五郎様のところに来てくれ。きっと歓迎してくれる。これで僕も少しは役に立てたかな。本当は君みたいに軽々と幕府武士を倒し己の剣で手柄を立てたかったけど。早速出発しよう。というわけです、五郎様。僕が幕府武士に囲まれていたところ、この二人が助けてくれました。それにこの人は神の目を使わなくとも元素力が使えてとても強い。どうかこの二人を抵抗軍に加入させてください。うん。お前たちも聞いたように、抵抗軍の目的は幕府軍を倒しメガリレーを廃止することだ。決して楽な仕事じゃない。戦場に踏み入れた者は誰であろうと犠牲になる可能性がある。軍に入りたいと思う理由を言ってみろ。戦う意志のない者を抵抗軍に入れるわけにはいかない。きちんと自分の考えを持っている方がこっちも助かる。100個目の神の目を奪うメガリ儀式のことか。稲妻城で起きたことだが、こっちの耳にも入ってきている。儀式に邪魔が入ったらしい。妙だな、あの雷電将軍が直々に出向いたというのに。どうしていきなりそのことを。何か情報でもあるのか。は？それに雷電将軍とも一戦交えたんだ。100個目の神の目の所有者も救出したぞ。今のオイラたちは幕府軍に追われてて、だからここに来たんだ。そういえばつい最近幕府武士と戦った際に継承連を持っていたのを見たな。金髪の旅人と空を飛ぶ奇妙なペット。お前たちのことを言ってたのか。誰が空を飛ぶ奇妙なペットだ。しけしけ、事情は理解した。
抵抗軍を代表して二人の加入を歓迎しよう。三五宮様は今抵抗軍の拠点にいない。どこに行ったかは俺たちにもわからない。だが三五宮様は出かける前、俺たちにいつも通りでいるよう申し付けた。まずは鉄平から抵抗軍の周辺環境について聞いてくれ。その後お前たちにも前線の支援をしてもらう。いいか？こちらも問題ありません。僕は昔広報勤務だったんだ。だからこの辺の紹介は僕にとって朝飯前さ。きっと君たちに抵抗軍の熱意を感じ取ってもらえると思う。まずは負傷兵 A に行こう。あそこには僕の友達がいる。もし新しい隊員が来たら彼らにも会わせるって約束したんだ。一回顔を合わせれば一緒に戦場に立てる仲間になれるさ。この人が新しい隊員か？見るからに強そうだ。傷が治ったら手合わせしてほしいもんだぜ。待て待て、新入りにいきなり勝負を挑むやつがいるか。それにその傷、治るには半月かかるだろう。てっぺ、この人はお前が連れてきたのか？お前は前線でうまくやれてるか？確かに幕府軍は僕たちの想像よりはるかに強かったけど、それでも僕は自分のできることを最大限こなした。あの時幕府軍は洪水のように迫ってきていた。しかし僕はおじけづくどころか剣を抜いて立ち向かった。一人で4人もの幕府武士を相手にしたんだぞ。おいおい、やるじゃねえかお前。いつの間にそんなできるようになったんだ？この人はもっとすごいぞ。僕が力尽きて倒れそうになった時、突然横から飛び出してきて何人もの幕府武士を倒したんだ。それに100個目の神の目のめがり儀式も阻止したんだぞ。雷電将軍ですら何もできなかったみたいだ。すごいなお前ら。だが他のはまだ信じられるが、雷電将軍に正面から立ち向かったのは少し誇張しすぎじゃないか？無双の人たちを聞いたことないわけじゃないだろ。まあともかく、最近は負け戦が多くてもうダメかと思ってた。だが新入りも鉄平も想像してたより頼もしいみたいだな。傷を早く治して前線に戻らないと。そんな覚悟じゃ生ぬるい。俺は今も傷を負ったまま訓練してる。昨日は傷口が開いてしまったが。傷薬を探してこようか？この前とある生薬のことを聞いたんだけど、オニカブトムシを使えば強力な傷薬ができるらしいんだ。塗った後はひんやりして傷口の治りも早くなるとか。それをくれ！なんか変な気もするな。普通にググプラムでいいんじゃないか？まあお前たちの判断に任せるが。じゃあ新入りに決めてもらおう。僕はここで少し準備しとくよ。奇妙な生薬の方がいいならオニカブトムシを少し持ってきてくれないかな。それを使って僕が薬にするから。もしググプラムの方がいいならそれを持ってきてほしい。無論こっちの生薬もおすすめだよ。もしかしたらこっちも想定以上の効果があるかもしれない。お疲れ。よし、君たちなら信じてくれると思ってたよ。必ずしも効果の保証はできないけど、もし効果があればみんなも早く回復できる。材料を僕に渡してくれ。薬を作る面倒な作業は僕がやるよ。いった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 って、あれ？痛くなくなった。ピリピリする。どうやら効果あったようだな。やるじゃねえか鉄平。俺の傷が癒えたら一緒に勝負しようぜ。
どうしてお前はいつも人に勝負を仕掛けようとするんだ。薬を塗った瞬間、塩を塗り込んだように痛かったが、その後はひんやりとして傷が徐々に癒えていくのを感じる。すぐに治るかはまだわからないが。新入り、てっぺ、傷を手当てしてくれてありがとう。負傷兵から出たら酒を奢ってやる。役に立てて嬉しいよ。じゃあ僕は新入りを連れて他の場所を案内してくるから、君たちは傷の治療に専念してて。訓練にいる奴らとも勝負してこいよ。お前は早く休め。訓練営か。あそこは今射撃訓練をしてるみたいだから覗いてみよう。また当たらなかった。くそ、さっき数えたけど10本打って1本しか。1本しか中心に当たらなかった。1本しか的に当たらなかった。嘘だろ。まあここ何日かの状況から見て、弓矢の技術を上げるためには単純な反復訓練じゃ足りないのは確かだ。弓を引き、狙いを定め、矢を射る。簡単なことだと思ってたけど、まさかこんなに難しかったとはな。この進捗じゃいつになったら戦場に立てるかわからない。今度教官が来た時に教えてもらうしかないだろう。でも今は前線の状況が厳しくて、実力のある教官はほとんど支援に行ってる。僕たちはこのまま訓練を続けるしかない。ああ、このままやっても本当に立派な帝国軍の兵士になれるんだろうか。その悩みしかと聞いたぞ。鉄平先輩。ああ、今回来たのは君たちの悩みを解消する新入りを紹介するためだ。この方は戦場で幕府武士を軽々と4人も倒したんだぞ。しかも勇敢に女狩り儀式を阻止し、雷電将軍の手から生き延びた。本当ですか？あ、その弓術を教えていただけないでしょうか。あまり時間は取らせません。お手本を見せてくれるだけでいいのです。以前は他の訓練が忙しく、休日のコツを覚える余裕がなくて。お願いします。はい、しかと拝見させていただきます。僕の言う通りすごかっただろう。確かに。どうして自分が当てられないのかが分かりました。姿勢が正しくない、力が足りてない、弓を握る手が安定してない、環境の影響を考慮してない。幸いそれ以外は問題ありませんでした。すでに問題多すぎだろう。しかしお手本を見られてとても勉強になりました。今回それを見て上達への道を見出すことができました。それに沿って努力を続ければきっと強くなれると思います。実は戦争が始まる前、自分は渡墨島の一般人でした。当時は妻と穏やかに暮らし、争いとは全く無縁の生活を送っていましたが、メガリレーが敷かれてから全てが変わりました。幕府軍のやり方は納得できません。その思いを一心に帝国軍に入りました。どうやらまだまだ進むべき道は長いみたいですが、神の目がなく戦いの才能もない我々は本当に皆さんのように戦場で活躍できるのでしょうか。今はこんなこと考えてても仕方ありません。助けていただきありがとうございます。そ
そう深く考えるな。前線には僕たちがいる。安心して訓練するといい。さあ他の場所に行こう。どこに行こうか。大変だ、幕府軍の苦痛だ。軍営には負傷兵がたくさんいる。幕府軍に入られるわけにはいかない。お前たちも来てくれ。そんなバカな、ここには攻め込めないはずだ。僕たちも行ってみよう。手柄を立てる機会かもしれない。誰が隊列仕掛けるぞ。やっと片付いた。でもなんでここに幕府軍の人間が。拠点の周りには見回りの抵抗軍兵士がたくさんいる。幕府軍がここまでたどり着くことなんてできないはず。まさか内通者が。幕府軍と通じ僕たちの情報を売って拠点に入らせた。そう考えれば筋が通る。内通者を捕まえて拠点を守る、手柄を立てる最高の機会じゃないか。何を考えてるんだ。さっき拠点の周りを調査したところ、拠点近くにある壁が崩壊してた。幕府軍はきっとそれを利用したんだろう。近くの崖から登り、穴の開いた壁から拠点へ攻め込んだんだ。壁を直して近くに見張りを手配すれば、このようなことが起きることはもうないだろう。そうか、わかった。近くに木材と縄があるから僕たちが直すよ。勝負と行こうじゃないか、新入り。こう見えても広報勤務には自信があるんだ。先輩の頼もしいところを見せてやるぜ。よし、これで問題ないはずだ。幕府軍のやつら、翼が生えて飛べるようになったとしても侵入できると思うなよ。これで僕も抵抗軍に少しは貢献できたかな。でもなんで広報勤務ばっかりなんだよ。せっかく前線に異動になって人生の軌道に乗ったと思ったのに、昔と同じ生活に戻ってるじゃないか。なんかお前妙に前線にこだわってるな。五郎様が言うように、僕たちは皆戦う意志があって抵抗軍に加入したんだ。貢献する方法はいろいろあるけど、できることならこの手で幕府武士を倒したいだろ。そうだ、もう軍営周りは終わったから、これから五郎様のところに行こう。うまくいけば前線の作戦任務を引き受けることができるかもしれない。様はいないのか。少し状況が変わった。五郎様は今前線で兵を率いて出向いている。少し前に前線にいきなり幕府軍の増援が現れたんだ。それも九条さら直々に隊を率いている。それに引き換えこっちは、三五宮様はもう何日も顔を出してない上に、残してくれた虎の巻の中身もそろそろ底を尽きる。非常に不利な状況だ。このまま撤退すれば我々の士気に壊滅的な打撃を与える。今は五郎様が形勢を挽回してくれることを祈るしかない。この戦いはおそらく厳しいものとなるだろう。僕たちも前線に行こう。戦う力がある以上、ここで黙って見てるわけにはいかない。幕府軍にたたらすなを通過させてなるものか。お前だけか。私はてっきりお前らの軍師様に会えると思ってたが、彼女には我々幕府軍もかなり手を焼かされた。抵抗軍がここまで持ちこたえたのも彼女のおかげだろう。だがそれも終わりだ。これだけの戦力差、
策略はもはや意味をなさない。すでに抵抗軍の底は知れた。将軍様に逆らう者にはそれ相応の罰を受けてもらおう。俺は三五宮様を信じてる。俺たち抵抗軍の兵士たちを信じてる。メガリレーは正しい道なんかじゃない。俺たちは抵抗をやめない。いいだろう。それとお前たちも最新の検証令を見ただろう。あの金髪の旅人、今お前たちのところにいるはずだ。そいつを渡してくれるのなら息をつかせるくらいの時間はやろう。この時期に戦うのは双方にとっていい選択ではないからな。まさかそのために造営を。彼は将軍様にとって重要な存在なんだ。抵抗軍にとっては不要であると私は思うがな。それは違う。彼は抵抗軍にとっても重要な存在だ。彼はもう抵抗軍に入り俺の部下になっている。お前らに差し出すことはできない。抵抗軍は仲間を売ってはならない。それが三五宮様が遥か前に決めた規則だ。五郎様。決定。それにお前もどうして来たんだ。分かった。共に戦おう。また会ったな。今回は見逃してやらんぞ。お前が抵抗軍に入ったのは彼らの後ろに隠れるためだと思ってたが、ここに現れたということは私の想像以上に勇敢であるということか。ならばこちらから提案がある。今回の人前秘部、お前が抵抗軍を代表して出陣するというのはどうだ。人前秘部、なんだそれ。戦いが始まる前に両軍から精鋭を選び、一名ずつで対決を行っていくことだ。優勢な方にとってあまり意味のないことだが、劣勢な立場であれば士気を立て直す絶好の機会だが、彼女の目的は明らかなものだ。これを機にお前を捕まえたいのだろう。無理はするな。このまま全員で戦いを始めても構わない。どうするんだ旅人。永遠の脅威となる全ての要素を排除。それが将軍様の命令だ。気をつけろ。向こうにいる奴も強いぞ。頑張れ。冷静かよ旅人。持ちこたえろ。さあそして参る。っ断や拙者を恐れてるのか。出よ。
さすがにやるな。どうやらこのまま戦っても意味がないみたいだ。兵士たちよ、かかれ。浄土を開口せしは永遠なる鳴る雷。どうやら戦いは避けられないようだな。ぬかゆっと皆の者、俺に続け。我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人神の巫女です。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば渡積島は現在私が管理しています。それとあそこは抵抗軍の本拠地でもあります。実はすでに北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞きしていました。ただ抵抗軍のところに来るとは思ってもいませんでしたけど、この後何かお考えは？でしたら三五宮へ行ってみてはどうでしょう。幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、戦争はまだまだ終わりを迎えることはありません。メガリレーは廃止されておらず、天領奉行と雷電将軍も止まる気配はない。問題は何も解決していません。三五宮へ行き、今後の対策を練ることをお勧めします。いかがでしょうか。僕も行っていいかな。渡積島には詳しいんだ。引き続き君の案内役ができると思う。五郎、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力はもとより幕府軍より弱いもの。私がいないこの期間きっと大変だったでしょう。この後もまだあなたには残ってもらう必要があります。幕府軍を見張り、負傷人員の治療をしてください。ここには傭兵を手配します。和葉さんもいるので、あなたもいくらか楽になるでしょう。任せてくれ、三五宮様。私はもう一つ用事が残っています。先に三五宮へ戻らなくては。準備が終わったら鉄兵のところに行ってください。彼があなたを三五宮へと連れて行ってくれるでしょう。これまでの貢献感謝いたします。これからは共に戦いましょう。稲妻の未来のために。来る途中にお主の懸賞令を見かけたが、そうたやすく捕まるものではないと知っていたでござるよ。雷電将軍に会ったのでござるか。彼女は以前と同じように威圧感に満ちていたであろう。無双の人たち、こうも及ばぬものか。いつの日か拙者たちもあの威圧感に相対することができるやもしれぬ。
これも拙者が稲妻へと帰る目的でござるよ。音も立てずにこんな待ち伏せができるのはうちの市長生号ぐらいだ。どうだ、びっくりしただろう。実を言うと私もさ、あんたを離島に送ってからまさかたたらすなでまた会うとはな。だがどこにいようとあんたが私の仲間だってことには変わりない。何か助けが必要なら私に頼れ。あんたの力になってやる。ああ、来たんだね。もうすぐ三五宮様との約束の日だ。そろそろ出発しよう。準備はできたかな？まずは渡積島の軍営に連れて行ってあげるよ。それからもし途中で船酔いしたらすぐに僕に言ってね。でも君は南十字戦隊にいたことがあるらしいから大丈夫だと思うけど。よし、じゃあ出航だ。ここが僕たち渡積島軍隊の訓練営だ。今ある抵抗軍はほとんどが渡積島本土の兵士によって構成され、一部の人はタタラスナで幕府軍と正面から戦い、もう一部の人は渡積島で民の安全を守ってるんだ。鉄平も昔ここで訓練してたのか？うん、でも残念なことに教官が前線に出ることを認めてくれなくて、タタラスナの戦いでは後方で雑用をしてたんだ。僕はしばらくここにいるから、何か用があったらここに来るといいよ。もし僕がいなければ書き置きでも残しておいて。それを見かけたらすぐに君を探しに行くから。ああ、しまった。もうすぐ三五宮様との約束の時間だ。今度また君に渡積島を紹介するよ。今はまず三五宮まで行こう。何はともあれ、兵糧は最重要事項です。少しの過ちも許されません。我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。は、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。これからは形勢も良くなっていくでしょう。軍隊の拡張？それは良かったです。今回は一体どなたが背後で支援してくれたかは知りませんが。ほん？鉄平じゃないか。お前渡積島に戻ってたのか。その方は？三五宮様のお客さん。僕は彼を渡積島に連れてくるためにここに来たんだ。それってまさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、放つ矢は百発百中、そして体は金剛のように硬い、あの新人か？なんでそんな噂があるんだよ。お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからにはきっと何か急用があるのでしょう。これでは三五宮様、私はこれで失礼します。三五宮様、先ほど大久保の兄貴から支援という言葉が聞こえましたが、一体何のことでしょうか？少し前にある方から手紙が届いたのです。その方は渡積島の構想を支援するために大量の物資を送り届けてくださいました。そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになったのです。私も疑念を抱いていますが、ただ渡積島の資源はあまり豊かではないので、この物資は確かに渡りに船とも言えるでしょう。相手側の要求も度を越したものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍に抗ってほしいようです。彼ら敵が何であれ、少なくとも目的は同じです。ここは一旦
表に出るのを避けたいと思っている盟友ということにでもしておきましょう。もちろん警戒を完全に解くわけにはいきません。三五宮様、前線への食料供給も良くなるのでしょうか。何日か前に負傷兵営に行ったら、仲間たちが焼肉を食べたいと騒いでました。ご安心を、もう手配してありますよ。これで焼肉をお腹いっぱい食べられるでしょう。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。メガリレーが発令され、それに抗うために反乱を起こしてからというもの、今後は私も広報勤務部隊と相談し、その点について改善をし、しかし我々の物資は有限ですので、勝利するまではもう少し我慢してください。じゃあメガリレーはいつ終わるんだ？その質問は私にも答えられません。メガリレーの発令はもともと奇妙なものでした。天領奉行が突然メガリレーを実行し始め、将軍様もメガリレーがもたらす戦争に目をつぶっていま、それらの謎を解き明かさなければメガリレーは終わらないでしょう。しかしこれだけ今一度確認させてください。渡津見島と抵抗軍の現状について全てを理解してなお私たちと共に戦ってくれますか？わかりました。ではこれよりあなたを正式に渡津見島特別行動隊メカジキ2番隊の隊長に任命します。メカジキ2番隊？あのメカジキの名を冠する特別行動隊のことですか？特別行動隊に加入するだけでも困難なのに一気に隊長になるなんて。掟破りの任命ですが、あなたの英知、勇気、力は隊を勝利へ導くことができると信じています。やったー。じゃあいつ就任式をやるんだ？メカジキ2番隊は現在本島南西の山岳で待機しています。近頃は浪人が委任状はすでに用意してあります。彼らに見せてください。そこの浪人も一緒に片付けてくれると。特別行動隊にいる者は皆渡津見島の精鋭です。少々おごり。じゃあ僕は。三五宮様、僕に何かできる作戦などはないでしょうか？僕も抵抗軍に貢献したいです。もちろんありますよ。後ほど手配します。任務を完璧に遂行することを約束します。へへ君お気をつけていけよ。無理はしないようにな。じゃあオイラたちも出発。今後は共に頑張っていきましょう。直接隊長になるなんて本当にすごいよ。でも僕も負けない。いつか君に追いついてみせるから。まさか鉄平が小隊長になるなんてな。どうやら本当に努力してるみたいだ。少し休憩して。魔人戦、なんでお前もここに？僕も驚いたよ。君たちもここで調査してたんだね。ちょうど物資を前線まで運んで、今この近くの脅威を片付けようと。大丈夫か？お前なんか変だぞ。大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に体が冷えたんだ。ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して調査してる人がいるって聞いてね、見に来たんだよ。万が一危険にでも会っていたら僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど。てっぺい、お前はここの雰囲気に何か特別なものを感じるか？そう言われると確かに。でもここは魔人オロバシの亡骸に近いから、たたり神の気配が強いんだろう。魔人オロバシ、ほらあれがオロバシの残した遺骨だよ。うわあ、あんなにでっかい蛇の骨、見ただけで体が震える。今の渡津見島があるのはオロバシが僕たちの先祖を塩化の宮、僕たちの先祖はそれをずっと守り神として見ていたけど、魔人戦争中オロバシはヤシオリ島を侵略した。それでライデン将軍が直接出向き、無双の人たちで切り伏せたんだ。あの一党が
今の無双人狭間。無双人狭間ってライデン将軍に切られてできたものだったのか。そう。でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいで廃墟と化した。オロバシが死んでから渡積島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその信仰とは関係なく、単にオロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。そして今将軍様がメガリレーを発令し、人々の願いを奪おうとしている。これも同じように誰かが将軍様を阻止しなければならないんだ。僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかりで、帰って少し休みたい。君たちは早く三五宮様に報告するといい。ここはまだたたり神の気配が残っているかもしれないから。心配しないで、僕はこの通りピンピンしてるよ。まさか鉄平がもう幕府軍の武士と戦えるようになってるとはな。戻ってここみに報告しようぜ。ここみ戻ってきたぞ。ってあれ、五郎もいるのか。何かあったのか。なんかすごく真剣な人。この異常が発生した人はどれくらいいるのですか。まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロ、何かあったのか。近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかしこれは決して正しい方法ではありません。ゴロ、彼らの言う秘密兵器は手に入れ。ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。これを知っているのですか。ということは支援者の正体はファデュイだったのか。しかしなぜファデュイがこのようなことを。いいえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは邪眼の使用禁止を一刻も早く軍に通。近頃異常が起きた兵士たちには治療を。まだ間に合うことを祈りましょう。また異常のある兵士って。早く見に行こう。ああ、君たちか。来たんだね。ちょっと待ってね。今立つから。あれ、おかしいな。体の力が抜けて。ん？ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕は最近、いくつもの手柄を立てたんだ。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。もっと強くならないと。強くなればもっとたくさんのことができる。あれ、僕の秘密兵器は。いつからだろう、君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ支援者側の謎の人物に会ったんだ。彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えばこの秘密兵器は僕に応えてくれる。まるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使ったことがないからどんな違いがあるかはわからないけど。邪眼？聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？お、そうだったのか。確かにこんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。ここ数日どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら目の前すらよく見えなくなってた。はあ、やっと君に追いつけたと思ったのに。やっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。
一つ君に頼めるかな。僕たちの退服ができたら、僕の分も持ってきてほしいんだ。それで、一緒に来てさ。なんて表情してるんだ、相棒。大丈夫。少し休むだけだから。少し休めば、きっと良くなる。てっぺー。おい、どこ行くんだ？おい！てっぺーの容体は？すでに軍にある全ての邪眼を接収する、ほとんどの人に生命力の流出が起きていましたが、ですが、ごく一部では。三五宮様、今からこの件で倒れた者の負傷兵営を設置し、ただ兵士たちは皆邪眼と知ってもなお使い続けたいと騒いでいるようですが。この件はあなたに任せます。私は一度前線へ向かわなければなりません。このような一大事が起これば、軍の心もきっと揺らぐことでしょう。その混乱に乗じて幕府軍が攻めてきてしまえば、何かお考えはありますか？いけません。危険すぎます。鎖国令は未だ続いています。彼らの邪眼はおそらく稲妻で生産された。これほど莫大な人員と資源を動かせるということは、背後に必ず本土の勢力が加担しているはず。彼らを阻止するためには、邪眼を生産している工場を潰すし、あなたにそのような危険を犯させるわけにはいきません。三五宮様、邪眼の接収は急いで行われたため、ファディの目をごまかせていない可能性があります。軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば、奴らに感づかれ。はい、少し考えさ。邪眼を接収する時からこの件についてはすでに考えていました。巨大な工場、これらの条件に合う場所はそう多くありません。それに兵士たちが邪眼を手に入れた場所から推測する。私はあなたを止めません。しかし、くれぐれもお気をつけください。私たちは多くの戦友を失ってきました。あ、え、その邪眼工場に行くのか？本気なのか？もう少